2月17のゲリ姫スイーツ。さて、裏で貯めておきます。貯めるとは言っていないプレチケ。まあ今日いけるっしょ。とりあえずここ2つをやって、どうしようかなーってね結局悩みまくってるじゃないかと。レッツゴー。ネタとして1回回すのもありなんだけどね。でもさ、まあプレチケ50枚貯まるじゃん。で、一応10連やって、はい、当たりませんとかやってさ、まあそれが常になってるけど、他のスマホゲームに比べたら、回す回数はやっぱ相当少ないとは思うんだよね。てか他のゲームは、無課金でも回しやすいように、石なりなんなりさ、結構配ってくれてるから、10連20連ぐらいはね、無課金でも余裕でできるぐらいの、話だったけど、こっちのゲームはね、その石に当たるプレミアムチケットが相当渋ってるから、まあ、ガチャを回せること自体が滅多にないんで、そう考えるとやっぱね、その割合から見ても、やっぱり出る確率渋すぎるわ。やっぱそうだったわ。今考え直した。改めて分かったわ。で、なぜか確率の低いネクロマンサーはすごく騙されてる感があるので、騙してるわけじゃないんだろうけど、でもってもう一ステージあればチケットもらえる。でもな、ミクをゲットしたところでちょっと確率っていうか倍率は増えるけど、普段使いがって考えて、やっぱり回さない方がいいかなってねそっちも考え直しちゃう。やっぱり来週以降待った方がいいのか。きっとね、ここまで考えておいて来週あたりにね、もっといいガチャ来ると思うんだよね。昨日と全く同じ流れだまだ悩んでいる。悩むぐらいだったらパッと使って放出しちゃった方が。ミク2015の排出の確率どんなもんだっけかな。でもな、覚醒色の方がね、他のプレイヤーにも使ってもらえるから、まあ多少なり貢献はできるけど、ミクとかだとおたもけになっちゃうから、他のプレイヤーがね全く関係のない感じになっちゃうから、だったら覚醒武器を狙った方がいいのか。さあ来てしまいましたぞ。プレチケをゲットしてしまいまして、50枚。こっちは最後に課金でチケット手に入れたのいつだろうな。11連。ミクの方が2015は 3.82。 そっか、ちょっと多いのか。まあ、激祭りはもういいとして、これはゴミでしょメンバーフェス優勝使う割にメンバーだからね。欲しいのはネクロマンサー。ナイトスターのが 7.46 とさ、これすげえ罠でしょ。家元のとか、なんでほんとさ、これね、超人なんだけど、これは新覚醒のではないよね。やめた方が良さそうだ。よし、捨てるわ。ここまで悩んでおいて回さないってなると、結局回さないのかみたいな感じでやきもきしちゃうだろうから、で、後になってやっぱりやっとけばよかったってねならないように、まあ1回分この分のやるぐらいだったらね、いいでしょう。
覚醒食の方はねまだ出るけども、こっちは滅多に来ないから。なんか来てる？なんかある？はい、ゴミ。分かってはいたけど、おお、ここまでゴミライフだったか。ドブライブどころじゃなかったぞ。とってもいらない。うん、よし、みんな分かったな。回さない方がいいっていうのがまた分かったね。ひどいね、カイトとかって確率どんくらいだったんだろう。無駄に高いんだろうな。ていうか、外れが、昨日も言ったけど、外れが多すぎるんだよ。ほら、これひどいでしょ。メイゴとか 19% 入ってるよ。カイトも。外れの確率をちゃんと調べた方がいいんだね。うん。ということで、まだ時間は短いですけども、とても悲しいんで、これぐらいで終わりにしておきます。また明日。